江崎きれは、明治時代の写真家、政治家。本生は塩谷。1845年、美濃国厚み軍、江崎村に生まれた。幼いうちに両親を失い、おじの塩谷右兵に養われ、その農作業を手伝っていた。1863年、18歳の頃を大垣の久世自作という写真史研究者の家に出入りするようになり、 そこで一枚の写真を見せられて写真を志した。1870年同郷の県大三次、小野崎倉男に従って東京に出、その書生として勤めた。ある日、本屋で柳川春蔵の写真共図説を見つけて、大枚を叩いて購入、さらに京橋竹川町の玉の矢野という眼鏡店でレンズを購入、写真術を読集した。 1871年8月に小野崎倉男は帰郷したが、江崎は横浜に行って1ヶ月ほど、下岡連城、上野彦間に指示して、これまでの疑問点を解消した後、東京芝日陰町に曲がりで、写真スタジオを開業したがこれはうまくいかず、生活に行き詰まった。幸い知人に、資本金600円を借りることができたため1874年に、当時盛り場だった。 浅草奥山に写真館を移転10年余りの間に奥山でも一2を争う写真師となった。ここで浅草寺と中見せの門弱解決を図ったり、後藤正吉郎と共同で浅草環業場を開設して産業振興を図る当後に東京市会議員となる素地を作った。当時の一般の写真術は出版写真であり、 旅行時間が5から15秒必要なだけでなく、撮影前に観光材料をすべて自分で作らなくては、ならず、スタジオ外での撮影時には、小型の暗室も持ち歩く必要があった。江崎は1884年5月19日、当時最新の看板写真により、隅田川での海軍探偵競争や、水雷の発火演習を撮影し、早鳥の江崎として知られることとなった。 天体写真や夜間撮影にも成功した。1887年には息子の霊中を写真の勉強のためにニューヨークに要工させた。1898年には東京市会議員、市産次会員に選出された。議員時代には東京における高層建築物の先駆けである浅草両運閣を発案している。1九百十年一月十八日。 65歳で死去。4男は海軍技術中将の江崎岩吉。長女80の三男は洋画家伊藤定蔵。ありがとうございます。